フォルツァスタイル。お疲れ様でした。お疲れ様です。元気ですか？あ、元気です。この前やってました。お疲れ様でした。あ、全然全然、はい、おっていうか買ったんですかそれ？そうです、あの後にやっぱり、はい、いやちょっとど何にしようか迷ったんですけど、とりあえずちょっと白から、はいはい、あ、相当いいじゃないですか。使ってますねこれ。ですよね、はい、どの場面でもいけるんで。あ、僕も一緒です。今度ダウンかっこいいですねこれ。ダウンはね、デュノって言うんですけど、はい、あ、っていうかね、あります、見ます。あ、あるんですか今？そう、まだね、今ね、撮影ちょうど。あ、それやったんですね。よかった、はい、ちょっと見ていいですか？あ、いい？ちょっと、あ、ちょうど今着てるやつこれです。これかな。あ、これですね。あ、かっこいい。これウールとナイロンのコンビネーションなんですね、はい、で、デュノって、はい、2012年にスタートしたやつで、はい、去年うちでも取り上げて、もう動画再生、あ、見ました、あれ気に入りました、はい、あれも大ブレイクして、でそれ去年買って、で今年も着ようかなと思って。ちょうどなんか今年は今年でダウンちょっと欲しいなと思ってて、なんかいいのないかなと思ったんですけど。あ、いやでもデュノいいんじゃないですか、すごい。ちょっと着てみます、これ。あ、着てみたいです。あ、っていうか俺より似合うな。あ、いいですねこれ。これでも見てください、ここ折半になってるんですね。へえ、濃い。ちょっとだからこうまくったりとか、はいはい、まあまあね、なんかちらっと時計が見えたりとか。あ、いいですね、ちょっとこんな感じでいけたりとか、はい、それとか、あとここもね、スリットっていうか、ここもちゃんと入ってるんですよね。へ、なんかちょっと一見めちゃくちゃスポーティーなのかなと思ったら、割と上品です。そうじゃないです、上品な感じで。そう、上品。あとね、都会的なんですよ、色がシックだから。しかもなんかすごいなと思ったのが、うん、着てて思ったんですけど、めちゃくちゃ軽いですねこれ。軽いんですよ、全然。こっち新しいのいいですよ、こう着て。まあ、普通に軽いんですね、あったかくて、はいはい、でこのジップ長いんですよ。長いですね。これ実はこうなってて、この中にこう、あ、え、なんですか、まあ、いろいろあの付けられるようになってるというか、まあ、別にスマホを入れてもいいし、あ、はい、ここもちょっと開けてみてください。あ、なんか、あ、これですね。そう、これあれってリフレクターから反射するんですよね。自転車乗るときとか、あ、はい、パーッと乗ってても後ろからね、ライトが立っても全然 OK です。で、あともっとすごいのが、はい、これね、ここにジップがこうついてて、はいはい、こうやって、でこれをこうやってやると、なんとバッグに入っちゃうんです。パッカブルなんです ね、 ですね、うん、結構衝撃ですねこれ。何のジップかと思ったら、うん、前のやつもね、しょえるっていうのもあったんですけど、はいはい、これはそうなんですよ、こういう風にして。だから、あ、すごい、スーツケース入れててもいいし、まあ、別にこれで、はい、まあ、あまりなかなかね、しょう人いないかもしれないけど、はい、これで別にしょっててもいいんですよね。ここにジップのこう入れるものがついてる。これでもなんかこうやってぐしゃぐしゃってやっちゃうとなんか心配になるんですけど、はい、その辺で大丈夫なんですか？全然。これは、はい、あ、そう、いいこと言いました。これね、ダウンの後ろに、はい、デュノの機能性がコンフォート、はい、快適ですよね、はい、イージーケアだ、すごいケア簡単なんですよ、うん、これはブレーサブルって書いてあるのは、まあ、通気性がいいよみたいな話で、 あ、はい、あとはリンクルフリーだからシワにもなりにくいんですよ。へ、だから本当に横向きっていうか、はい、あ、でも確かにさっきぐしゃってなったのに、うん、そうなんですよね。でこのパターンは一応色がカーキと、はい、この、まあ、ネイビーパターンと、はい、まあ、あるんですよね。あとは今僕が着てる、はい、その黒の色違いで新色で、はい、このちょっとグレーみたいな、これもちょっと都会的で、これかっこいいですよ。ちょっと気になりますね。ほら、冬ってどうしても重くなっちゃうじゃないですか、はい、なんかこっちに行くのもありですよね。なんかここの、なんですか、ウールの部分がめちゃくちゃ上品な感じしますね、うん、っていうのはシンプルだからいいんですよ、はい、最近やっぱりこう都内でその温度差が激しいからっていうので、はい、まあ、着る時期はちょっと短いんですけどね。だからこういう
こうまあ、ちょっとね半袖はあれですけど中ニットとか着て、まあ、伊沢さんとか似合いますよ。ちょっと着てみてもいいですか。うん、いいと思います、いいと思います、うん、かっこいいですねこれ。あとね、やそうね、結構値段聞いてびっくりするかもしれないですけど、おいくらなんですか。10万円アンダーなんですよ。あ、10万いかないんですね、うん、ダウンってもう結構最近高いじゃないですか。そう、最近もう普通になんか10万ぐらいだったらもう安いってなってきちゃってます、ね、うん、だからすごいコストパフォーマンスがいいので、次のじゃああれですね、デートにはすごいいいんじゃないですか、はい、まあ、まあ難しいかな、まあでも、いやどれもいいです。同じの行きます。あ、同じの行きますか。僕と一緒のか、これかな、これ似合ってましたけどね。カーキっていうか、カーキも行く、カーキも良さげでした。いや全部、全部いいけど、もう僕行かなくちゃいけないんで。あ、そうですか。悩んでください。じゃあちょっともしかしたら次会うときはまた何かを、はい、はい、ありがとうございます。あ、っていうか俺のダウンはそうです、そうです、これだけ、はい、はい、じゃあ失礼します。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、しかしいいなこれ。